オリベル・トーレス・ムニョスは、スペイン・ナバル・モラル・デラ・また出身のサッカー選手。セビージャ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。名前の、オリベルは、キャプテン・翼の主人公である、大空・翼のスペイン名オリベル・アトムに由来する。UDR メリア戦に出場したオリベル、エストレマデューラ州に位置するか。 セレス県のナバルモラルデラ・マタ出身のオリベルは13歳であった2008年の夏にアトレティコ・マドリードに加入し、監督を務めていたディエゴ・シメオネにトップチームに呼ばれるまで4年間をユースチームで過ごした。アトレティコ・マドリード B で確固たる地位を築いていたわけではなかったが、2012年4月末にリーガ・エスパニョーラのレアル・ベティス戦のメンバーに招集され、 8月20日に行われた2012から13シーズンのレバンテ UD 戦でアドリアン・ローペスと交代で64分から出場しプロデビューを果たした。2013年10月1日には UEFA チャンピオンズリーグのグループステージである FC ポルト戦に負傷したラウール・ガルシアと交代で後半79分から出場し82分に決勝ゴールが生まれ チームも2から1で勝利を挙げた。18歳10ヶ月でのチャンピオンズリーグデビューは、アトレティコ史上4番目の若さとなるデビューであった。10月27日に行われ、5から0で勝利したベティス戦では、試合開始12秒でゴールを決め、公式戦での初ゴールを記録した。2014年1月、シメオネの下で、出場機会を満足に得られないことから、アトレティコは、 シーズン終了までのローンで、同一リーグに所属していた、ビジャレアル CF にオリベルを移籍させることを決定した。オリベルは、この移籍に対し、この期間にできるだけたくさん学び、サッカー選手としては、もちろん一人の人間としても成長したい。と、話した。3月2日のベティス戦に後半から出場し、ビジャレアルでのデビューを果たし、6日後に行われた、 グラナダ CF 戦には、スターティングメンバーとして出場したが、チームは0から2で敗れた。継続して、出場機会を得るため、2014から15シーズンは、ポルトに、レンタル移籍した。8月15日に行われた CS マリティモ戦で、プリメーラリーがデビューを果たし、フル出場の末、チームも2から0で勝利を挙げた。8月31日に行われ、 3から0で勝利した、モレイレンセーフシー戦では、チームの1点目となるゴールを挙げ、ポルトでの初ゴールを記録した。オリベルは2014年のゴールデンボーイ賞にノミネートされた。2015から16シーズンはアトレティコへ戻り、アルダトゥランの遺跡で空いた背番号10番が与えられた。シーズン序盤は、レギュラーとして出場していたが、 ハードワークや守備に重きを置く、チーム戦術に適応できず、ボールロストの多さや、守備意識の低さなどから徐々に出番を減らし、ヤニック・カラスコやサウル・ニゲスにポジションを奪われる、格好となった。冬には、ボルシアドルトムントからオファーがあり、一時は、遺跡に傾いたが、締めをネ自ら説得するなどクラブが対談を認めず、本位したものの、 その後もベンチにすら入れないことが多く、リーグでの最終盤まで絡んだ優勝争いや、UEFA チャンピオンズリーグで決勝に、進出するなど躍進を続けるチームの中で不本意なシーズンを過ごした。2016年8月25日、再びローン遺跡により、ポルトに加入することが発表された。ヌーのエスピーリとサント体制下で、レギュラーポジションを確保し、 2017年2月に完全移籍が発表された。18ヶ月のローン移籍期間満了後、ポルトに完全移籍するオプション条項が契約に織り込まれていたことも明らかになったが、ローン期間の途中でオプションを行使し、完全移籍の時期を早めた格好となった。その後、監督がセルジオコンセーソンに交代してからは、レギュラーポジションを失って、 途中出場が多くなった。2019年7月15日、セビージャ FC と5年契約を締結した。UEFAU-19 欧州選手権に出場した。オリベル・オリベルは2012年に行われた UEFAU-19 欧州選手権で優勝したスペイン代表のメンバーであり、決勝戦の U-19 ギリシャ代表戦にも出場した。 トルコで開催された 2013FIFAU-20 ワールドカップに U-20 のメンバーとして出場し、準々決勝までの5試合すべてに出場を果たした。2013年9月5日に行われた UEFAU-21 欧州選手権予選のオーストリア代表戦では、裾と交代で後半の残り9分間出場し、 U-21 代表デビューを果たした。U-21 代表での9キャップ目を記録した11月14日に行われた U-21 欧州選手権予選のボスニア・ヘルセゴビナ代表で初ゴールを記録した。ありがとうございます。